ラッセル・タイバートは、カナダ出身の同国代表サッカー選手、バンクーバーホワイトキャップス所属。ポジションは MF。トロント FC のアカデミーを経て、2008年にバンクーバーホワイトキャップスの支部であるホワイトキャップスレジデンシーに加入。2009年及び2010年は、US セルプレミアデベロップメントリーグでプレーした。2010シーズンにおけ、 US セルプレミアでベロップメントリーグでの活躍からトップチームに招集された。2010年7月31日のカロライナレールホークス戦でトップチームデビュー。この時わずか17歳と221日で過去10年におけるクラブの最年少出場記録を更新した。U-17 及び U-20 カナダ代表を務めた。2009年には 本格は冬マイナス17選手権のカナダ代表チームに選出され4月21日に開催された同大会のホンジュラス代表戦ではペナルティスポットからゴールを決めた2008年と2009年の両方でカナダ U マイナス17年間最優秀選手賞を受賞し史上初めて2度の栄誉を獲得した2012年8月15日 トリニダード・トバゴ代表との親善試合でカナダのフル代表初キャップを獲得した。パトリス・ベルニエに代わって後半から途中出場し、試合は2から0の勝利に終わった。ドイツ系及びイタリア系の血を引いているバンクーバーホワイトキャップス、ありがとうございます。